フレッツは NTT 東日本及び NTT 西日本のフレッツモーへのアクセスを提供するサービスである。フレッツモーとは NTT 東日本、西日本の IP 機関ネットワークを利用したサービスの総称。地域 IP モーとしての展開から始まり、2016年、現在は NGN へのマイグレーションが進行中である。フレッツモーは インターネットサービスプロバイダとポイで相互接続しているためユーザーはフレッツ網を通してインターネットに接続することになるこの場合フレッツは回線事業者に相当するまた NTT 東日本西日本のフレッツ網内の独自サービスも利用可能となっているこれらは一般的にはフレッツ網とその相互接続網内で閉じた サービスである。地域 IP 網は当初は都道府県単位で閉じたネットワークであり、各単位都道府県ごとに地域 IP 網に各利用者と ISP が接続され、ISP は長距離バックボーンをサポートすることにより、全国レベルでのインターネットへのアクセスが可能となっている。地域 IP 網は NTT の内部ネットワークであり、 都道府県内の電話局間通信に利用されていたが、インターネット接続用として外部接続を許可した経緯があり、その際にサービス名称へフレッツを冠した。そのため、地域 IP 網をインターネット回線として利用する形態を指し、フレッツ網と呼んだ。フレッツ網は、フレッツ ISDN の展開から始まり、フレッツ ADSL における、 PPPOE の導入に伴い、フレッツモー独自の変異機も、IP ネットワークサービスをも提供するようになった。それに伴い、県間通信への参入規制を受けていた、NTT 東日本、西日本に対し、IP 接続サービスに限って、東日本と西日本とで別々に独立した、フレッツモー内での変異機、IP サービス通信サービスが認可された。 そして、次世代ネットワークとして、電話サービスや、映像通信サービスなどを、シップオーバー IPv6 を基盤として統合的に、実現する NG、NGN の整備が2008年より、本格的に開始され、従来の地域 IP 網は NG、NGN の整備拡大に伴い NGN に、マイグレーションされている。なお NG、NGN の整備とほぼ並行し、整備済みエリアでは、 IPv6 対応サービスであるフレッツコーネクストが提供されることになるが2016年現在、壁地離島エリアや NTT 西日本の山間部エリアに未整備エリアが残存している。2015年2月からは光コラボレーションを開始し NTT ドコモ OCN といった NTT グループ各社やソフトバンクビッグローブといった NTT グループの競合企業などに フレッツ回線を開放。現在では多数の携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダ事業者が公開線事業に参入している。フレッツの名称はフラット、フレンドリー、フレキシブルの F とレッツを組み合わせたものとされている。現在のフレッツシリーズの先駆けとなる ISDN 網による IP 接続サービスの開始にあたり、 当初検討されていた名称はフレッシュアイであったが当時は検索サイトとして名を馳せていたポータルサイトのフレッシュアイと紛らわしいためフレッツアイと造語したのが初出であるサービス開始後しばらくは ADSL や FTTH 等のフレッツ系サービスがまだ存在しなかったためフレッツ ISDN を単にフレッツと略称することもあった フレッツのいずれのアクセスサービスも定額制、常時接続で提供される。またフレッツコーとフレッツ ADSL については PPPOE を利用し複数の ISP への接続を含む複数セッションの接続が可能という特徴がある。フレッツコーの主な通信機器、左から CTU ONE、光 NEXT 用 o n OG819C NTT 東日本においては、フレッツコーライト、フレッツコーネクストよび B フレッツを総称して、NTT 西日本においては同社により提供される、光ブロードバンド回線サービスを、フレッツコーと呼ぶ。光ファイバーの引き込み方法により、数タイプある。交渉速度は、ユーザー端末側で、最大 1GBps。多くのサービス品目では、 アクセス回線の帯域を他の複数の契約ユーザーと共有する。2014年3月14日の総務省の発表によれば2013年末の段階でフレッツ校による FTTH の契約件数は日本国内の FTTH の契約件数2502万件のうち71.4%のシェアがある。FTTH の NTT による 河川化が問題視されているものの、実際には NTT 西日本営業地域では30府県中2県で NTT 西日本のシェアが50%を下回っており、滋賀県に至っては電力系事業者の K オプティコムの後陣を廃している。2016年前後になるとスマートフォンそのものの身長、モバイルワイマックスなどの無線系通信サービスの身長、 競合 FTTH 事業者のサービス拡大により、契約件数が伸び悩んでいる。なお、サービスの名称に、東、西と記したものは、それぞれ NTT 東日本、NTT 西日本のサービスエリアだけで提供されていることを示す。突起ない場合は、両地域で提供されている。以下では、B フレッツ、フレッツ、光、プレミアム、フレッツコー。 ネクスト、フレッツコークロスとサービスごとに節を設けるが、マンションタイプについては、複雑な形態を持つため別説で扱う。フレッツコー、クロス 10G エポンを採用することにより、通信速度が上り、下り最大オームで 10Gbps に高速化した、FTTH アクセスサービスが2020年2月18日に発表され、 4月1日に提供開始される。フレッツコーネクスト2008年3月28日に発表され、同月31日に申し込み受付とサービスの提供が開始された。次世代ネットワークを用いたサービスであり、これまでの B フレッツに加えて、高品質で安定性を確保した光電話や、一部の地域及びサービス品目上では、 フレッツテレビ伝送サービスによる地上デジタルテレビ、衛星放送、FM ラジオ局の再送信が提供されている。技術面ではクオリティオブサービスを設けることによりテレビ電話やテレビ再送信などに対して優先度を上げて通信を行うことで高品質でかつ安定した通信を行うことができる。逆に言うと 優先度が低い一般のインターネットアクセスでは、優先度が高い通信が増えれば増えるほど、安定した通信をすることが難しくなる。2011年より、インターネットサービスプロバイダが提供する IPv6 のブロードバンドインターネット接続サービスを、インターネット接続及び、インターネット接続により、提供する。 マンションタイプ B フレッツマンションタイプ用 VDSL モデムマンションタイプは B フレッツ、フレッツ、光、プレミアム、フレッツコー、ネクスとともに提供されているがマンションの形態によってより細分化されたプランがある。マンションの規模に応じたサービスタイプと屋内の配線状況に応じた配線方式の2つを組み合わせて料金プランが決定される。また、 設備上の理由により、B フレッツやフレッツ、光プレミアムは導入可能だが、フレッツコーネクストは導入できないというケースもある。B フレッツ2000年12月26日に光、光 IP 通信モードサービスとして一部の東京特部、及び大阪市で試験サービスを開始し、その後数ヶ月間の期間を経てから2001年8月1日に、B フレッツとして、 光ファイバーを用いた通信サービスを本格的に開始した。B フレッツの B はサービス開始当初は B ポンを採用していたことに由来する。当初はベーシックタイプ、ファミリータイプ、マンションタイプの3つであったが後に情勢を踏まえてサービスを拡充していった。NTT 西日本が2005年にフレッツ光プレミアムを開始し、 また NTT 東日本が2004年にハイパーファミリータイプの提供開始2008年にフレッツ、光ネクストを投入して2009年度内には B フレッツ提供地域全域に拡大したことから2012年3月31日をもって一部地域を除き新規サービス申し込みを終了した NTT はフレッツコーネクストへの移行を計画中で すでに中継網である地域 IP 網を2013年度末をメドにフレッツコーネクストに移行工事中である既存ユーザの取扱いについて NTT 東日本が2014年2月18日に B フレッツハイパーファミリータイプ及び B フレッツマンションタイプを利用している契約をそれぞれフレッツコーネクストファミリータイプ及びフレッツコー ネクストマンションタイプに順次移行すると発表された。フレッツ、光プレミアム NTT 西日本地域でのみ提供されていた。2004年12月に発表され、2005年3月1日よりサービスが開始された。B フレッツと同じくフレッツコーネクストのサービス地域の拡大に伴い、2012年3月31日をもって、 一部地域を除き新規サービス申し込みを終了し2019年1月31日にサービスを終了した B フレッツと比較すると IPv6 に標準で対応し加入者網集団装置が回線集団装置や VDSL モデムなどとは別個に提供されるフレッツ光マイタウン NTT 西日本地域のみ他の フレッツコーサービスを提供していない市町村、地域の一部において自治体が、各個まで付設した FTTH 回線の通信帯域を NTT 西日本が借り上げて、地域 IP 網も,もしくは自治体が用意した特定のプロバイダーへ接続するサービス。このため、加入には事前に自治体 FTTH 回線の契約及び引っ込め工事が必要。 2007年3月1日、岡山県の真庭市及び、愛田郡西阿波倉村よりサービスを開始し、以後同県内の真庭郡新城村富見ま市の、他福井県大井郡大井町、大分県文後高田市、愛媛県大地郡上島町、徳島県三好郡東三好町の合計8、市町村へと広がった。 フレッツ、光プレミアムのサービス終了に伴い2019年1月31日にサービスを終了した。サービス内容は概ねフレッツ、光プレミアムに準じているが、付帯サービスの有無や料金は、各自地対策の設備や契約内容により異なっている。フレッツ光マイタウンネクストフレッツ、光マイタウンの NGN 版。 ファミリータイプ及びファミリーライトタイプがある。2018年4月26日から、ファミリースーパーハイスピードタイプ早草さが、提供開始した。福島県山群万代町を除く。2010年6月18日、島根県の大地群川本町、三里町、沖群天町より開始。以後続々と開始自治体が増えている。光ポータブル光。 ポータブルフレッツ ADSL 対応の ADSL モデム NTT 東日本の B フレッツ契約者に対し右の光ポータブルと言われる小型 Wi-Fi ルータがレンタルされている。本端末はフレッツコや ADSL といったブロードバンド回線のルータとしてだけではなくフォーマーハイスピードなどのモバイル回線や 後述のフレッツスポット、NTT ドコモのドコモ Wi-Fi なども親会線とした Wi-Fi ルータとなる。NTT 西日本も2010年12月21日よりレンタル開始がされた。光アイフレーム光アイフレームは2010年11月より開始されたフレッツ子契約者向け AndroidOS 搭載のタブレット型端末とフレッツマーケットと言われる。 アプリケーションコンテンツマーケットを使った情報配信サービスとなる。端末はレンタルと買い取りとあるが、フレッツコーユーザー限定の販売となる。超円化 GE ポン GE ポンを採用するフレッツコーのサービスにおいて、標準的なオムオルト間のリーチは7トル程度であるが、2 0トル以上のリーチ延長に対応した技術が開発されている。これにより、 コスト上 FTTH のエリア化が難しかった、壁地や山間部への展開を容易にし、またオルトを設置する設備センターの集約、統廃合に貢献している。利用者から地域 IP 網までの間を既存の電話線を利用する ADSL。1999年12月から試験提供をしていた ADSL サービスをもとに、2000年12月末から、 正式に提供開始した。サービス提供に必要な物品の製造が、すでに終了しており、メンテナンス物品の在庫の枯渇が見込まれることから、新規申し込みの受付を、フレッツコーネクストが提供されていない地域を除いて2016年6月30日を、もって終了した。2023年1月31日をもって、フレッツコ提供エリアにおいて、 フレッツ ADSL をサービス提供を終了する。実際にはフレッツ ADSL でインターネット接続サービスを提供するプロバイダがいなくなればサービスが終了になるのでフレッツ校が未提供エリアであってもサービスが終了する見込み。交渉速度は以下の通りであるがベストエフォートサービスであり平均的実行速度は その20から70%程度となる。なお、サービスの名称は、NTT 東日本でのもの。かないは、NTT 西日本での名称。ISDN もを使用する、民生用定額通信サービスとして、2000年5月11日より、IP 接続サービスの名称で、東京03と大阪 06MA を中心に、商用サービスを開始した。なお、 同年7月18日より諸事情により、正式名称をフレッツ ISDN に変更した。いわば、フレッツシリーズの期限にあたる。ISDN のデジタル通信モードは2020年以降に廃止される予定が公表されており、フレッツ ISDN も2018年11月30日をもって、フレッツ港提供エリアにおいて、 フレッツ ISDN の新規受付を終了し、ISDN のサービス終了までに終了する予定となっている。ISDN の1チャンネルを利用して、特定用途の識別番号1492にダイヤルアップ接続を行い、NTT 収容局を介して ISP へ接続する。 ISDN 交換機の ISM 折り返し機能により電話網の資源を消費しないため定額制が可能となった。接続には収容局から地域 IP 網を経由して ISP のアクセスポイントへ接続するタイプ1と ISP 側の負担でアクセスポイントから収容局まで専用線を付設するタイプ2という方式が存在したが あとのフレッツ ADSL 及びフレッツ光では、タイプ1相当の地域 IP 網経由が主流となる。通信速度については、INS ネットでの同期接続とは異なる。ベストエフォート方式であり、速度は保証されない。サービスそのものは1999年11月から、IP 接続サービスの名称で、東京都新宿区、渋谷区、大田区と大阪市中央区。 北区、水田市の一部エリアで試験提供を開始していたが、フレッツ ISDN としてサービスイン後は対応エリアを順次全国に拡大し、また、法人向けサービスとしてフレッツ ISDN において VPN を接続先とするフレッド S オフィスの提供も2000年7月17日より開始した。なお、重量性通信の INS ネットとは別サービスの ため、従前からの利用者は契約変更が必要となる。定額制常時接続の民生向きサービスとしては、専用線接続の OCN エコノミーが先行提供されていたが、フレッツ ISDN の料金は、サービスイン当初で、タイプ1が4500円タイプ2が2500円と、低廉価であり、フレッツ ISDN の接続環境を用意すれば、 利用できること、OCN 以外の各 ISP がフレッツ愛用のアクセスポイントを開設したことから、2001年1月時点で50万回線、同年8月時点で100万回線契約を突破することになった。なお、2001年に幾度か値下げが行われ、同年12月1日よりタイプ1の料金が現行の2940円となっている。 スタートダッシュにより急速に普及したものの IP 接続サービス開始時点の1999年後半より大都市圏の一部においてはすでに CATV インターネットや東京メタリック通信などの ADSL といった非 NTT 系事業者による民生向けブロードバンドの展開が始まっていたそして2000年12月26日からは NTT も フレッツ ADSL による民生向けブロードバンド通信に参入したことにより各ブロードバンドのサービスエリアが拡大した2002年以降料金と速度による費用対効果の面で優位性を失ったため利用者は大幅に減少することになるこの ISDN 接続を応用したサービスとして2003年よりドコモ PHS がモバイルデータ通信定額制サービス フリードを提供していた。現在の利用者層はいわゆる光収容回線であったり、電話局から距離が長いなどで ADSL を利用できず、かつ他の手段も提供されていない地域に在住している場合や、その他の理由があるユーザーに限られつつある。日本全国で提供されているわけではなく、NTT 西日本管轄の一部や、 NTT 東日本管轄の離島の一部、特に和歌山県の山間部や小笠原諸島などでは当初は国や自治体の情報格差対策が施行されるまでなかなか提供されなかった。モバイルデータ通信定学制などその他の定学制接続の手段がない限りにおいては、いずれの常時定学接続手段も存在しない地域が存在する。また、 当サービスの基盤となる ISDN 網自体も全国あまねくカバーされているわけではなく収容局から加入者敷地までの線路長が8から 10km を超えるような場合には ISDN 回線すらも提供がほぼ不可能であり蒸気と同様な問題が起きるフレット S スポットエリア表示と共用当初 NTT 東日本においては M フレッツの名称で NTT 自らは無線アクセスを提供せずフレッツ網を利用して無線アクセスを提供する飲食店やホテルなどの事業者と無線アクセスの利用者を募集するという独特な携帯のサービスを実施していたが後に一般的な公衆無線インターネットサービスであり NTT 日誌日本ですでに提供されていたフレッツスポットを導入したその後 2005年10月26日より NTT 東日本、NTT 西日本の各契約ユーザーが NTT 西、東のいずれのサービスエリアでも利用可能となるローミングサービスを開始している。サービス開始時は無線接続を介した PPPOE 接続を使う端末認証方式を採用していたため PPPOE が実装されていない携帯端末では アクセスできなかったが、2012年より PP、PPPOE を必要としない、Web 認証方式とパスワードを使って、接続認証する方式が開始され、大多数の Wi-Fi 対応端末で接続が可能になった。サービスの縮小が進んでおり、NTT 東日本エリアでは2014年3月10日で、端末認証方式の提供を終了。 2016年4月28日をもって新規の加入申し込み受付を終了した。NTT 西日本エリアでも2017年5月31日をもって新規の加入受付を終了した。NTT 東日本が店舗、施設オーナー向けに提供する Wi-Fi ルーターで店舗の情報やサービス等のオリジナルコンテンツを Wi-Fi 経由で配信する。 フレッツポータルを提供できるほか、フレッツスポット契約者には、無制限の、非契約者には、1日2回、最大15分の公衆無線 LAN サービスを提供する。ちなみに、NTT 西日本エリアでは、NTT メディアサプライが提供している、ドスポットが、ほぼ同様のサービスを行っている。フレッツ加入者同士の通信を可能にしたり、利便性を高めたりする付加サービス。 ただし、現状は、フレッツ網内で閉じる通信については、NTT 東日本と NTT 西日本との間の境界を越えた通信が、できないなどの端緒がある。なお、サービスの名称は、NTT 東日本でのもの。内ないは、NTT 西日本での名称。東日本のみのサービス、上記フレッツスポット参照。 2009年1月31日サービス終了。B2 バイト環境の構築など。フレッツモーと契約者のネットワークを専用線で結び、アクセス回線からのプライベートネットワーク接続を可能にする。東日本のみのサービス。B フレッツ利用者を中心としたイントラネットの構築など。 B フレッツビジネスタイプのアクセス回線に対して、アクセス回線からのプライベートネットワーク接続を可能にする。拠点間 LAN の接続など、VPN としての利用。すなわち、アクセス回線利用者同士でのプライベートネットワークを構成できる。PC 同士のテレビ電話や動画等の送受信サービス。p PPOE の同時利用可能セッション数を増やせるオプションサービス。 フレッツアクセス回線利用者専用のポータルサイト。回線速度計測、サポート情報などを提供している。以前の名称はフレッツスクエアであった。利用している回線やパソコン等の環境により接続方法が異なる。NGNIPV6NTT 東日本が提供しているフレッツコー、クスト、フレッツコーライトでのみ観覧可能。 NGN 内に閉じたサービスのためインターネットからはアクセスできない。また、IPv6 で接続するため、Windows 2000等の IPv6 に対応していない、OS ではアクセスすることができない。NGNIPv4NTT 東日本が提供している、フレッツコネクスト、フレッツ e ライトでのみ観覧可能。NGN 内に閉じたサービスのためインターネットからは、 アクセスできない。主に IPv6 に対応していない端末からの接続に用いる。IPv6NTT 東日本が提供している B フレッツまたはフレッツ .net を契約したフレッツ ADSL でのみ観覧可能。サービス情報サイトのような PPPOE の設定は不要である。また、 IPv6 で接続するため、Windows 2000等の IPv6 に対応していない、OS ではアクセスすることができない。B コインと東日本が提供している B フレッツ、またはフレッツ ADSL、フレッツ ISDN にて、専用の PPPOE 設定を行い接続する必要がある。 フロッツという独自のトップレベルドメインを使用するため、インターネットからはアクセスできない。以前は、フレッツ ADSL や B フレッツファミリータイプでは、PPPOE の同時利用可能セッション数が1であったため、フレッツスクエアを利用するには、インターネット接続を切って、つなぎ直す必要があり面倒であった。しかし2002年に、基本契約のセッション数が2に引き上げられ、 対応した接続ツールも提供されたことにより、以前よりも利用しやすくなった。ブロードバンドルーターにはあらかじめ、サブセッションで、フレッツスクウェア、サービス情報サイトに接続する設定が用意、されている製品が多く、パソコンでの設定やソフトのインストール等は不要で、簡単に接続できる。動画、ゲームなどの契約者専用コンテンツを提供していた、ポータルサイト。 2011年12月28日で終了。NTT 東日本では2011年6月1日をもってサービス情報サイトへ移行。NTT 西日,日本では2011年12月28日でクラブ n t t ウエストに移行している。フロッツという独自のトップレベルドメインを使用する。詳細は上のサービス情報サイトを参照。 東日本のみのサービス。フレッツモを利用した動画などの配信サービス。主に、ストリーミングを PC に対して配信する。動画配信ネットワークの提供や、料金回収は NTT が中心となって行う。東日本のみのサービス。フレッツスクエアおよびフレッツオンデマンドにおいて、動画の開始前、および終了後に、CM 等のミニコンテンツを挿入するサービス。 対応ルータ機器上において、コンピュータウイルスや不正アクセス等の検出、除去をする。2008年3月31日をもって、サービス提供を終了。IPv6 を利用したサービス。東日本のみのサービスとして128ビットの長い IPv6 アドレスの代わりに、フレット、S ネットネームを設定し、 PC 同士でのメッセンジャーやテレビ電話のアプリケーションで利用できる。西日本のみのサービスとしては、セキュリティ機能がある。PC に V6 アプリ関連ツールをインストールし、当該 PC 上で機能するものであり、フレッツセーフティとは異なる。この機能は、IPV6 の通信にも完全対応している6月16日以降、東西共通のサービスは、 pc 同士でのテレビ電話、ブロードバンド映像サービスがある。テレビ電話は、フレッツコネクト、フレッツコミュニケーションと同様のサービス。フレッツコネクト、フレッツコミュニケーションと相互接続している。ブロードバンド映像サービスは、フレッツモを利用した動画などの配信サービスであるが、フレッツオンデマンドとは異なり、専用の stb をユーザタに別途設置しテレビ上で映像を、 再生させる CATV 類似のサービスである。また動画配信ネットワークの提供や料金回収は ISP が行い、フレッツは単に中継サービスを提供する。なお、西日本のアクセスサービス、フレッツ、光プレミアムでは IPv6 対応の CTU が標準提供される点で、フレッツ v6 アプリとは異なるが、 アプリケーションサービスとしては同様のものが提供される。NTT 西日本はフレッツ光プレミアムとフレッツ v 6アプリは2012年3月末に新規加入を停止している。2014年3月31日に NTT 西日本はフレッツ光プレミアムでのテレビ電話機能そのものの提供を終了する。IPV6 による リモートストレージサービス。ウェブ経由でアクセス。フレッツ IPv6 ユーザーに対する共有機能、アルバム機能なども提供。西日本のみのサービス。IPv6 によるコンテンツのマルチキャスト配信が可能となるサービス。コンテンツプロバイダー向け。フレッツコーネクストにおける、フレッツ網内の DNS 登録サービス。このサービスにより、登録したホスト名を用いて、 フレッツ・コーネクストの契約者間で直接通信ができるようになる。フレッツ V6 オプションはインターネット接続によるインターネットへの IPV6 接続契約を ISP と行うための前提条件である。フレッツ・コーネクストの契約者間の通信はフレッツ・コーネクストハイスピードタイプであれば上り最大 200Mbps、下り最大 1Gbps で通信可能となる。 NTT が設置するサーバーを複数のサービス事業者で共有し、フレッツコーネクストやフレッツコーライトを通じて、サービス利用者のホームゲートウェイに対して、インターネット上のアプリケーションサービスを利用するためのソフトウェアの配信を行う環境を事業者向けに提供するサービス。コンテンツプロバイダー向け、フレッツ s 契約中の回線を他社の運営する。 有線テレビジョン放送と接続するサービス。他のフレッツサービスと異なり IP を用いないサービスである。光ファイバーケーブルの IP 通信に利用しない光帯域へ地レジ、BS デジタル放送、統計110度 CS 放送、FM 放送、専門チャンネルを混合伝送し契約者宅のテレビで視聴できる。視聴にはフレッツ光の基本料のほか。 電装サービス料が月額486円。これに、電装元サービスの料金216円がかかる。地上デジタル、FM ラジオ、BS デジタル、統計110度 CS は、パススルー送信を行っており、通常の受信機で、視聴可能となっている。BS デジタル、統計110度 CS については、光対応新 4K8K 衛星放送アダプター。 を介して2019年9月1日より視聴可能である。伝送元のサービス名とエリア記載と同道府県の一部地域が対象。以下の他社が提供する IP 映像配信サービスは NTT 東日本、西日本でも加入取り次ぎしている。B フレッツフレッツコー、プレミアムフレッツコーネクスト上で提供される番号の IP 電話サービスとして光電話がある。 また、法人向けのサービスとして、光電話ビジネスタイプ、光電話オフィスタイプ、光電話オフィス A がある。IP セントレックスサービスも提供される。番号の IP 電話サービス全般に関しては、日本の IP 電話の項を参照。固定電話相当の品質を確保した、一般の固定電話番号形態のため、従来の固定電話からの番号ポータビリティが、 可能である反面、050番号の IP 電話のように通話料無料でかけられるケースはない。また、市内局番も従来のものとは異なり、収容局によらない番号体となるする場合は、同一収容局内で一般加入電話の同じ市内局番で移行可能なエリアに限り、同一番号で移行可能となる場合もある。なお収容局によらない、 市内局番を利用するため、設置場所移転を伴わない形で、光電話から一般加入電話ないしは、INS ネット64等に変更する場合は、番号ポータビリティができず、変更を余儀なくされる場合がある。固定電話から光電話に変更すると、NTT の電話加入権が無用になる。ちなみに、光電話自体は、マイラインの対象外であるが、 携帯電話宛の通話の際、一般の加入電話とは異なり、00xx を頭につけた通話も同様にできないものの、NTT 東日本エリアの場合、自動的に一般加入電話で0036を付加した場合と同じ料金体系が適用される。したがって、各携帯電話オペレーターが個々に設定した固定電話発信時の通話量は、 光電話からの通話の場合は適用外となる。また国際電話は事業者識別番号を用いず010からプッシュする形となるが必ず t システムズジャパンを中継する形での発信となる。欠点は自家集電話と同様にテレゴング、シャープダイヤル、コレクトコール、NTT 系以外の他社着信課金などの特殊番号に接続できない遠隔検診や ホームセキュリティシステムが使えなくなる場合が多いなど。また、停電の時には、電話が使えない。コーデックは、G711μ、ロー、ペイロード間隔は20ミズ。光電話は、フレッツ、光の回線上で提供される電話サービスであるため、停電時には110番、119番等への通報も、含めて利用できない。固定電話の場合、NTT 局舎から、 メタル線路を通して電話機端末までの給電が行われているため ISDN 等の例外を除いては停電時にも利用可能であることが多い。しかし光電話の場合には利用者自らが電源対策を行わないと利用できない。なお NTT による災害時の優先的な通信の確保の対象外であるため災害時優先電話回線としても採用はできない。 光電話に関して発生した主要な障害を列挙する。なお固定電話といえども障害発生につき無病ではないこと、あらゆる製品、サービスの初期稼働率が低いことも考慮を要する。2007年5月15日18時44分頃から東京都23区と神奈川、千葉、埼玉各県を除く NTT 東日本エリアでフレッツサービス自体や 光電話が利用できなくなる障害が発生した。網内の伝送装置を再起動し、翌16日1時35分頃に回復。原因は、網内の伝送装置の故障による交換後、ネットワークの経路情報を更新するためのデータ量が激増し、装置の処理能力を超えたことが原因と発表された。当初はいわゆる、 ルートフラッピングが発生したとされていたが、後に IPv6 パケットルーティング時のシステム的なバグによることが判明した。ありがとうございます。